皆さん、こんにちは。秋谷隆弘です。田原美穂です。今日は、タンゴにおけるボディアクションを、スパニッシュトラックにて説明したいと思います。まず一つ目のボディアクションは、ボディの引き上げと揺れになります。揺れるということですね。相手を引き込みながら、少し微妙に上げながら揺れています。で、この揺れによって体重移動がどこに行くかというお知らせができています。で、そこから足首、くるぶし、外くるぶしと内くるぶしの間のところと、股関節の、この二つを連動させていって、少し背骨を左右と若干前後に揺らしていきます。で、そうすることによって、今自分がいる体重の上、今男性であれば右足の上で、引き上げていきながら次に体重移動をしていくきっかけを作ることができます。二つ目は、立ってない方の足のピックアップになります。引き上げですね。で、一番目でご説明しましたボディの引き上げと揺れを作っていって、股関節と足首の動きが出てきたらば、立っていない方の足、今男性であれば左足ですね、左足を上げることによって次にこの右の足に対して軽くプレスすること、ロアすることができます。なのでそこに体重を落としていきながら、この右側の上で女性に次ドラッグしますよというこの揺れをこう少しシェイクするけれども、それをしながらこの左足を引き上げていって踏み込んでいくことになります。ですので体重移動していくときに、この立ってない方の足のピックアップと今立っている側の軸側のボディの引き上げが、これでワンセットになっていきます。3つ目はお腹の斜め絞りになります。引き上げていったボディに対して、足首、股関節を緩めていって、ロアしながら揺れがあります。で、それに対して、肋骨の上の方とか下の方のあたりが絞り込まれる形、こういうような感じですね。右と左で場所が斜めで少し違うんですけれども、高さが違うんですけれども、それをしながら反対の足のピックアップをするというところの間のところのアクションで、このボディのお腹のところの斜めに絞り込みが始まっていきます。ですので、それによって今いる方の体重から次に行く体重の行くところのローテーション、少しのひねりが生まれてきます。そのひねりが生まれることによって、次にどこに行きますかというような、ボディアクションの指示を与えることができます。4つ目は、ヘッドのアクション、ヘッドの傾きを背骨で作るということです。特に女性が、片足、左足の上に乗せていって、
ボディを引き上げて足首股関節の緩めがあったらば、そこに背骨の揺れによってしなりが生まれます。で、そうすることによって、これ足首と股関節でもボディの傾きを作っているんですが、そこに背骨の傾きに頭、首の角度が合ってきます。角度が調整されていく感じですね。で、それによって背骨の支えでヘッドの傾きが生まれて、そこにしなりが生まれていきます。ですので、これが頭、首だけでやってしまわないように、足首股関節、ボディを引き上げていることによって、足首股関節の動きの連動と背骨、それによってヘッドの傾きが生まれていくということになります。5つ目は、足の踏み替えになります。この体重、今、僕は左足に乗ってるんですけども、この左足に乗せていて、右足を、かかとが上がった状態。で、この体重を股関節と足首で入れ替え、踏み替えるんですね。で、この踏み替えのアクション、これ足首と股関節の踏み替えのタイミングがあると、クッションになってきます。女性でも、こうなる感じからのプッション。そうすると、こうついた感じのクッションが生まれることによって、背骨を右側と左側がうまく働いていって、背骨のしなりにも直結していきます。ですので、この足首の踏み替え、股関節も右と左で切り替えている。が、これも重要なポイントになります。今日は以上5点のボディアクションを挙げてみましたが、皆さんもなんとなくでいいので練習してみてください。ありがとうございました。